れない。妖精のゆりです。夏休みの方も多いんじゃないでしょうか。今日はなんと夏休み中に彼女を作る方法、1個めちゃくちゃ大事なテクニックっていうのがあって、それは行動力を加速させることなんですね。じゃあうじうじ家でこもってたらやっぱゲームばっかしちゃうわけですよ。クーラーの効いた部屋でね、男同士でゲームをするっていう日々になっちゃうんですよ、どうしても。でたまーにねプールに行こうみたいな誘ってくるのもやっぱね男子なんですよね。そんな都合よく女子からね海行こうよみたいな、そんなファンタジー起きねえ。だからこそ皆さんに伝えたいのは、名付けて恋のデンプシーロール。これデンプシーロールって何かっていうと、まあね、初めの一歩とか読んでる、ボクシング漫画とか読んでる人はね分かるんじゃないかと思うんですけども、こう左右に上半身を振りまくってこのブローをかましまくるっていうね、とにかく動きまくってブローを叩き込みまくるっていう技なんですけどね。これ何かっていうと、めちゃめちゃ短期間に攻めまくれってことなんですよ。夏休みって1ヶ月以上の期間が、まあ、あるわけですよ。だからといってあぐらをかいていては、やっぱ後半は夏休みの宿題みんなしなきゃいけないし、前半はやっぱダラダラ過ごしちゃうわけですよ。計画的に行きたいんだったら最後の方、やっぱりね好きな女の子とデートに行きまくりたいなって思ってるんだったら前半、これが鍵なんですよ。まずは皆さん、第1ステップはとにかく今いる人から選んでください。新しい出会いなんか求めるなということをまず言いたい。今あなたの LINE の友達のリストに入ってる人だけが対象、自分の手の届く範囲の人っていうのを決めるんです。そしたら次はどうアプローチしていくかっていうこと、ここでデンプシーロールですよ。そう、もうとにかく殴りまくる。全員共通でやってもらいたいのは花火に誘うっていうこと。理由、夏っぽいから以上、学生の夏休み期間中はいろんなところで花火大会がたくさんあるんですよね。花火っていうのは夏を感じさせる風流なものなんで、女子はねロマンティックさっていうのを感じることが多かったりするわけですよ。とにかく夏の風物詩を感じ取るデートに誘うことをしつつも、普段通りのカフェとかご飯食べに行こうよって誘いだったりっていうのをどんどんしてほしいと。毎日のように。そしてそれ今日無理だわだったら、隙間時間でもいいから電話をしてくれ。そしたら本当に短期間の間に相手を身近に感じることになって、超濃密な時間っていうのを2人で1週間でも過ごした日には、親密度ってうなぎ登りもいいところなんですよ。その上で告白をちゃんとしっかり決める。長期休みの中の濃縮された充実した時間を過ごせているっていうこの感覚が恋愛感情にとても似ている。最短距離をくぐっていこうっていう意志のあるものだけが夏休み期間中に彼女を作ることができる。夏休みに入ります。はい、入ったら案外暇じゃない私ってなるはず、でそこで誰も誘って、いや案外誰も誘ってこない、物食ってたら太ってまうからどうしようってなってる時に、すごいガツガツ誘ってくれる男子がいたら、まあとりあえず暇だし行こうかなっていう気持ちになるんだよ。チャンスなんだよ。行け。はい、ということでね、もうどんどん毎日ね、夏休み中に彼女を作るテクニックみたいな関連する動画を、ね、たくさん出していくんでね、はい、また明日も見てください。アディダス。アディダス。